30年超えたかな。30年、はい、うんうん、超えていますね、うん、一番最初の挨拶と終わる時の挨拶ですよね、うん、挨拶ってね、あのレッスン以外でもやっぱり一番大切なことだと思うので、うん、共通していることなんで挨拶できるようにということと、まあね、恥ずかしがり屋の子もいるんで、こちらから挨拶したら、まあ、してくれる子もう大きくなったらやっぱりねしてくれるようになりますんで、うん、もう、はい、毎週もう必ずムッとしてる時もあってもこちらからちゃんと挨拶してね、挨拶してもらうっていうことと、うん、やっぱりあとやっぱり一言二言やっぱちょっと声かけますかね、毎回ね、何かしらレッスン以外のことでやったりね、やっぱり、うん、けどやったみたいな、そうですね、うん、あのもうすぐ教材開けて入ってきましょうじゃなくて、やっぱり二言三言ねちょっとなんか喋ってちょっと笑って帰ってもらったりとか、そういうとこやっぱお母さんって言うね、ありがとうねとか言ってお母さんやんとか言うて、うん、ね、ちょっと会話して帰ってもらったり、うん、そうか、やっぱり喋りやすい先生が、うん、私自分がやっぱりねすごい怖い先生習ってたんで、うん、なんか何でも喋れる先生ってすごい憧れてたんで、うん、やっぱそういう先生でありたいなとやっぱり、うん、そうですね、やっぱり使う教材の量がちょっと減ったかなって思いますかね、はい、やっぱり習い事皆さんね毎日何かしらに通ってられるみたいで、練習時間がないって子供がね、あの言う子もいますね、うん、その中でもピアノをねやっぱり選んでくれてるんで、やっぱりせっかく、うん、ね、習いに来てくれてるんだったら、うん、ちょっとでも弾けるように なって、うん、帰ってほしいし、できるようになって帰ってほしいなと思うんで、うん、まあでもその子その子でやっぱりタイプが違うので、うん、あのまあ、年齢とともにあのもう少しずつこう、ね、自分でできる子はもうあのやってきてもらう形のレッスンをしてますし、うん、やっぱりちょっとフォローが必要な子は常に、うん、次の宿題もちょっと一緒にやってから帰らすとかっていうことも、うん、ちょっとタイプによりますかね、うん、やっぱり大きくなるとできる子はもうちゃんとやってきてくれるんで、うん、はい、もうそういう子はもう次宿題出して、うん、で分かんなかったことだ、分かんなかったとこだけチェックして、うん、でまあ引き進めてもらうって感じですかね、うん、そうですね、なんかもう私たちの時とはまた全然違いますよね、うん、ピリッとしてる感じに印象を受けられるみたいですね、うん、昔はそうですね、うん、多分ね、あの見た目と中身全然違うのが、そのギャップでヒュッとなるのかな、心がヒュッとだと思いますね、そうなんですよ、なるほどね、はい、全然違うねってよく言われる、そうですね、うん、まあ、親御さんにはまあ、なんとか耐えてくださいと言い方もおかしいんですけど、あのなんとかこっちではちゃんとやってますんで、あの、うん、ちゃんとできるように、何かしらできるように弾けるようにして帰らせてますっていうことはあのお伝えはしたりもしてますし、うん、まあ、家でなんか弾いてるとこをね見せてくれないとかね、うん、言われる親御さんもいらっしゃるんですけど、最近はもうあの、まあ、携帯もありますから、あの仕上げね、曲が1曲仕上がる時なんかはちょっと動画を撮って、うん、あの仕上がりましたって言ってね、あの送ってあげるとすごい喜んでくださいましたよね、うん、でまあ、あのやってるんやなっていうのがね、あのちょっとでも分かってもらえたらいいなと思うので、うん、そういうこともしたり、うん、まあ、でも話すっていうことは私やっぱり 大事にしてますからね、うんうん、やっぱ最初の挨拶とね、うんうん、なんでもない話をちょっとして、うんで、こっち側の話しかけてると、なんか、だんだん、ね、男の子とかでも、口数少ない子でも、やっぱり、自分からね、うん、今日何、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 とか言ってね、足痛いとかね、疲れてるとかね、なんでもないことなんですけど、
向こうから話しかけてきてくれるので、それで会話になってしどかったなみたいなね、そういう話もしてレッスンに入ったりとかね、うん、まあ話でなんかお家で話せないこともなんか喋ってくれたりする子も言ってたりするんで、うん、すごい嬉しいですよね、やっぱりね、うん、やっぱり嫌な時期ってみんなありますよね、嫌な時期ね、うん、そういう時はまあ全然やっぱり引いてこない時期もやっぱりね、うん、ありましたけどね、そういう子でもやっぱり大きくなってきて徐々に、うん、しなあかん時はね、やっぱりちょっと引いてきてるし、ね、なんか意外にそういう引きませんって親御さんが言ってた子がね、学校で伴奏弾いたりね、もうなんか泣きそうになりますけど、もう弾けるようになったなと思ってね。そうかそうか、そうだね、嬉しいですよ、うん、まあでもね、誠心誠意やっぱり、うんうん、ご要望にね、できるだけお答えするっていうことと、うん、まあ尋ねられたらその質問にはね、ちゃんとお答えして、うん、まあでもね、とにかくレッスンにね、うん、来たい、行かないといけないじゃないですけど、うん、ピアノに行くってこう常に毎週思ってもらえるように、うん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 、そういうセンスでいたいなとは思ってるんで、うん、やっぱりだからあんまりね、ちょっと弾く時間が少ないレッスンもたまにそれはありますね、喋ったりしてね、うん、でももうそれも人のコミュニケーションを取ってレッスンの一つやと思ってるんで、うん、それなんとか苦しい時も他人の時も山の時もやっぱりいろいろ喋って乗り越えてきた気はします。